2017スーパー耐久イメージガール D ステーションフレッシュエンジェルズです。今年もスーパー耐久を盛り上げていけるように精一杯頑張ります。シリーズの折り返しとなる第4戦の舞台は、かつて F1 も開催されたこともある九州オートポリス。この4674mのコースでシリーズタイトルへ向けた新しいドラマが生まれる。勝つために追求し続けることで得られる本当の高性能、それがウィン・トゥ・ウィン・エンドレス。それではオートポリスのコースを 2188cc スカイアクティブ D ディーゼルターボエンジンを搭載したディクセル・アラゴスタノプロ・アクセラ・スカイ D を狩る谷川選手に解説してもらおう。はい、ゼッケン17番、チームノポロのアクセルディーゼルターボに乗ってます谷川達也です。今からオートポリスの、コース紹介をしていきたいと思いますのでよろしくお願いします。はい、まず、そうですね、ストレートを走って1コーナーから、紹介していきたいと思います。まあ、アクセルディーゼルターボの場合は1コーナーは5速から4速 1速だけ落としての単位となります。ここは立ち上がりがコースが広まっているのであまりスピードを落とさない方がいいと思いますね。でそこからちょっと軽いカーブになってるんですけど、まあ、そこはもう雨でも晴れでも全開で走ると思います。次3コーナーですね。3コーナーはアクセラの場合は4速に落とします。5速からまた4速に落として4速のまま単位で第1ヘアピンまで4速で行って第1ヘアピンは3速で走ります。立ち上がりはにまた4速で5速で 100R に入っていきますね。ここはブレーキはほとんど踏まずにアクセルコントロールで抜けていくコーナーです。でここは上り区間になるんでなるべく失速させないように走っていきたいと思います。頂上の、まあ、第2ヘアピンですね。そこはこの車は3速でターンインします。ここもストレートが続く先のヘアピンなんでちょっとオーバースピードに注意してねターンを小さく回るようにはしています。立ち上がりの Z コースターストレートこれ下り 10% のスピードに乗るコーナーなんですけど、その先のジェットコースター先のコーナーはね高速コーナーでね結構コースアウトも多いコーナーなんでここもアンダーステアを出さないように4速で、曲がっていくコーナーになります。でそのまま4速キープのまま今度は上り区間になるんですけどアクセラの場合はもう4速でずっとキープしたままで右右ってクランクみたいなコーナーが続くんですけどそこの途中で3速の1回落として3速ピッタリ交差の、手前でまた4速投げるという感じで一瞬だけ3速を使います。で4速で、最初から手前の左コーナーを、まあ、アクセルコントロールだけで立ち上がって最終コーナーは4速、まあ、軽いブレーキを踏みますけど4速でアクセルコントロールをしながら最終コーナーを立ち上がってストレートのスピードに伸びるような立ち上がりの姿でストレートに戻ってきて一周になります。
今回はね、あのオートポリスのレースということで、あのね、久しぶりに九州のレースで気合も入っています。まあ、まだね、このアクセラがね、まだ1年目の車でね、まだまだ熟成が足りないんですけど、もう徐々に熟成させてね、今回もね、完走を目指してね、次につながるレースがしたいと思うんでね、あの皆さん応援よろしくお願いします。スーパー耐久シリーズ2017第4戦オートポリスにやってきました。すごくいい天気なので楽しいレースになると思います。せーの、スーパー耐久シリーズではレースの他にもレースファンを楽しませてくれるイベントがいくつも用意されています。それでは決勝日の午前中に開催されたグループ2の決勝レースを見てみよう。頑張ります。頑張ります。頑張ります。今日9番手からスタートになりますが、まあ、あの毎回確実にポイント取ってるんで、今回は今までより1点でも、取って帰りたいなと思いますので応援よろしくお願いします。グループ2は ST4 と ST5 合計24台がスタートする。上空に立ち込めていた雲もこの頃には晴れ出し、3時間先のチェッカーを目指す。スーパー耐久シリーズ2017第4戦 TKU スーパー耐久レース in オートポリスグループ2レーススタート。ST4 オープニングラップを制したのはポールポジションからスタートのトムススピリット86。それに今シーズン最上位スタートのクスコレーシング86と SKR エンジニアリングリングス S2000 が続く。ST5 は2台のロードスター同士の激しいバトルでレースをリード。今回はちょっと今まで前半戦、3戦で、花戸選手を乗せてあげることができなかったので、まあ、絶対乗せて次の富士を取りに行こうということで、今回の一戦だけじゃなくて次も見据えた作戦ということで、ちょっと僕が1時間40分ぐらいのロングのスピードで走って、で花澤君にちょっと短めですけど、まあ、このスーパー耐久っていうレースの雰囲気をしっかり味わってもらって、最後高橋選手で追い上げるっていう作戦だったので、まあ最初序盤ちょっと僕もロングだったんでガソリンが重たくてきつかったんですけど、後半ペースが上がってきて前との差が詰まったので、まあ、作戦的にはまだチャンスはあるかなと思いますね。いやもうきつかったですね。スタートで前に行かれて、それがやっぱりこう後までずっとで、どんどんレースが重なるとやっぱりこう車のバランスが悪くなってきて、
死守するのが最後 でどんどんフロントがやっぱり逃げてでリアも逃げて、まあ、なんとなくやっぱりできるだけ引っ張ろうかなっていうそんな作戦なんですけど、まあ、ちょっとレース展開的にはあんまり良くなかったんじゃないかなと思います。ST4 はオートポリスがタイヤに厳しいサーキットということは 40kg のウェイトハンドを積んでいることを考慮し毎回タイヤを交換する作戦に打って出たトムススピリット86が3連勝。ちょっと大きいトロフィーですけどね、どうぞ皆さん拍手をお送りください。見事表彰台をゲットした3チームの皆さんです。2位には予選5位からストイックな走りで追い上げたエンドレスアドバン86と、そのエンドレスにコンマ9秒差でチェッカーを受けた SKR エンジニアリングイングス S2000 が3位となった。 ST5 は終始2台のロードスターが別格の速さを見せつけ他を圧倒。ポールポジションスタートの村上モータース、マツダロードスター ND を予選2位のチーム筒井ボメックス、マッハ車検 ND5RC が序盤にパスするとそのまま引き離しトップを快走。このまま逃げ切るかと思われたが、最終スティントでタイヤ無交換作戦を強行した村上モータース、マツダロードスター ND が逆転、3連勝を飾った。よろしいでしょうか。はい、ありがとうございます。2位にはチーム筒井、オメックス、マッハ車検 ND5RC、 3位にはディクセルアラゴスタ、ノプロデミオ、スカイディ、マツダ勢の表彰台独占となった。グループ1のレースは想定外の波乱の展開に。勝つために追求し続けることで得られる本当の高性能、それがウィン・トゥ・ウィン・エンドレス。皆さんこんにちは、スーパー耐久プロモーションガールを務めさせていただきます、ワイズディストラクションギャルの日向ゆきです。スーパー耐久で活躍するレースインの皆様を YouTube ライブ SITV にてご紹介していますので、ぜひチェックしてみてください。でもちょっとミスはあったんですけど、まあいい走りしてくれてるんで、今後は楽しみにしてますね。これからはお願いします。そうですね、これから本当にもっと時間が長くなるので、チャンスはあると思うんで、でもてっぺん目指して頑張りたいと思います。自分ができない部分なんで、やっぱりこうできない分、その恩返しがあるというか、うん、まあ本当に楽しいですね。まあ特にスピード感がたまんないんで、まあ、ハンディウェイト60キロで予選、まあ、2位スタートってことなんですけど、まあ、正直今週走り出しは結構苦労したんですけど、セットアップ変えたら、まあ、結構いい方向に行って、重いのに、まあ、フロントロー来れたんで、まあ、これは今週勝てってことだと思うんで、きっちり3勝目を、取りたいと思います。応援してください。今回、オートポリス戦は、日産自動車大学校愛媛校が担当しています。で今回は我々チーム参加するだけではなくて、STO の仕事のサポートもさせてもらっています。これはこういうスーパー耐久という素晴らしい舞台を与えてくれた STO に少しでも恩返しをしたいということで、車検のステッカーチェックであるとか、スターティンググリッドのサポートであるとか、そういったことをやっています。まあ、これからの日産自動車大学校スーパー耐久を盛り上げていきたいというふうに思っております。はい、 D ステーションレーシングです。今回なんと3番手、スタートします。どうでしょうか。今日はですね、
1番目スタートはですね、星野選手が担当します。私は何番目に乗るでしょうか。3人でこの3時間のレースしっかり戦ってですね、今日こそ表彰台に乗りたいなと思いますね。えレンちゃんさん、はい、表彰台でお待ちしてますということで、 D ステーションレーシング全力で頑張りたいと思います。そうですね、5番手スタートからなんですけど、本当に追い上げていくレースになると思いますけど、チーム一丸となって頑張っていきたいと思います。ぜひ応援の方よろしくお願いします。SKT チーム本山、スタートドライバーを務めます本山です。 Z は、オートポリスに対しては結構コースに合ってて、いけるんじゃないかなというところがあって、実際ポールも見えていた中で、決勝に挑んでなんとか、優勝を目指して最低でも表彰台以上でゴールしたいと思います。応援の方よろしくお願いいたします。はい、モーターレーシング TWS I350 坂口優平です。今日は予選7番手ということだったんですけど、最近ちょっと予選後ろの方で追い上げてくるようなレースなんですけど、今回も自分のスティントで、上位で相方の畑選手に変われるように頑張りたいと思います。昨日の予選ちょっと、ね、悔しい結果で、4位になっちゃって、フェラーリ早かったですけど、でも決勝は絶対 GTR いつも強いんで、前回の、ね、鈴鹿みたいにチームワーク発揮してみんなで力を合わせて、走りければ最後の表彰台一番高いところ立てると思ってます。頑張ります。はい、2人とも、グループというかトップタイムで、予選をクリアできたので、ポールポジションからスタートする有利な状況があります と思います。そこを上手に使って、決勝を頑張りたいと思います。はい、本当に気持ちいい、お互いタイムは出せたと思うので、この速さをね、ちょっと決勝でも、活かしたいなと思ってます。スタートドライバーは僕なんで、ポールポジションの位置をしっかり守って、コータ君にバトンタッチしたいというふうに思ってます。そうですね、今回は念入りにスタートの方法から、ミーティングしているので、いい形でスタートしてもらってですね、僕は中突きで、やっぱりプッシュして最後にトップでね、チェックを受けれるように今度こそは優勝したいと思います。スーパー耐久シリーズ2017第4戦 TKU スーパー耐久レース in オートポリスグループ1レーススタート。この第4戦ではここまで圧倒的な強さを見せつけてきた SPX の GTR 勢にトラブルが続出する。ここまでポイントランキング2位のエンドレスアドバン GTR がスタート後わずか7周で燃料系のトラブルで戦線離脱。ついでランキングトップのスリーボンド日産自動車大学校 GTR もミッショントラブルで緊急ピットイン。修復までに大きなタイムロスが生じ、順位を大きく後退。これで STX のトップ争いはポールポジションスタートの ARN フェラーリ 488GT3 と、唯一の GTR となったワイズディストラクション GT ネット GTR の一騎打ちとなる。
D ステーションポルシェアラでございます。他の1号車とかあと3号車もですか、トラブルが出てちょっとなんか波乱の展開なんですけども、うちの777号車ポルシェはですね、順調に走行してます。現在は3番手です。ただ4番手を走ってるフェラーリの吉本選手、これ結構いいペースですね後ろから。なので最後までこの順位を守りきれるか、この辺をもう近藤選手に任せたいと思います。そしてなんとか表彰台乗りたいなというところです。 ARN フェラーリ488GT3 とワイズ・ディストラクション GT ネット GTR のバトルは終盤、思わぬ状況で収集を打つ。トップ争いをする2台が接触。ワイズ・ディストラクション GT ネット GTR はタイヤにダメージを受けピットインを強いられ大きく後退。このトラブルで ARN フェラーリ488がドライビングペナルティを受けるもトップのままコースに復帰、ランキングトップとなるチーム初優勝を遂げた。いや本当にね、チームができて3年間ずっとこう勝利に届かなかったんですけど、やっとね頑張ってくれて本当に嬉しいです。でまあね、ここの本当九州でねこうやって初優勝できたっていうのは本当に僕らもすごく嬉しいし、まあこのね、気持ちをみんなに伝えたいと思います。どうもありがとうございました。大きな拍手どうもありがとうございます。 SGX クラス選手のみのこのセッションを行わせていただいております。よろしいでしょうか。 STX2位には今季初表彰台のリーステーションポルシェ、3位がハブオートフェラーリ 488GT3 となった。2等賞やります。いいですよまた来て気持ちよ。はい、はい、レンちゃんさん、2等賞ですよ。2等賞嬉しいです。嬉しいですね。最後盛り上がりましたね。あとそうですね、20分ぐらいなんかあったらトップに出れたのかなというちょっと夢を、見せてもらえるレースでした。ありがとうございます。 ST1 は今回も日速ポルシェ 991GT3 カップが孤軍奮闘ながらも総合でも8位となる完全優勝。おめでとうございます。総合でもね上位につけたりするあの素晴らしい走りを見せていただきました。おめでとうございます。さあ大きく掲げていただきました。話題の STTCR は力盛 RS3 LMS の追撃をかわし、モデューロシビック TCR が今季3勝目をマーク。こういう名前が付けられているトロフィーカップでございます。まずは優勝のチームに手渡されました。おめでとうございます。続いて第2位のチームの皆さんに大きく掲げていただきました。2位には力盛 RS3LMS、3位は BRP アウディミエ RS3LMS となった。 ST には今シーズントラブルに泣かされてきた新両王とピクセルエボテン、2位は RS 小川アドバンランサー、3位にはダムドモチュー ED WRX-STI、 ST3 はアドビックストレイシー RC350DTS がそれぞれ今季初優勝。2位はデンソールボーセ RC350 が、
3位に埼玉トヨペット、グリーンブレイブ、マーク X。 スーパー耐久シリーズはこの後富士スピードウェイに舞台を移し、10時間耐久レースまで第5戦を迎える。それに先駆け8月2日に公式合同テストが行われた。中国のドライバーに話を聞いてみました。はい、皆さんこんにちは、 D ステーションレーシングです。今日はですね、公式テストですね、第5戦に向けた、これをしています。そしてですね、この富士、次戦の第5戦富士はなんと10時間です。今年は長いですね。はい、あの長いレースをどう戦うか、それからまあここでポイントを取っておくと、結構あの距離が長い分、そうですね、ポイントが加算されるということで、ここでしっかりポイント取りたいですよね。そうです、なんとか最終戦までですね、こう優勝争いに持ち込めるような結果を残したいですね。はい、あのここでポイントをちゃんとしっかり取ると、例えば一等賞を取るとまだまだチャンスありますからね。ここでやっぱりしっかり狙っていきたい。それから我々としてはこのポルシェがやっぱ富士得意ですね。そうですね、相性いいですね。はい、ということで、ここのレースはしっかりとですね、優勝、表彰台、ここをですね確実に狙っていきたいなと、思っています。第5戦目の、富士に向けて、今日は合同テストでみんな走ってるんですけど、その中でも、しっかりテストをして、次戦に向けていいレースができるようにしたいなと思ってます。あと前回、マシントラブルでリタイアに終わってしまったので、前回の分をしっかり取り返せるように次の富士では、頑張っていきたいなと思います。ぜひ応援の方よろしくお願いします。はい、第5戦富士、ここまでちょっと優勝できてなくて、2位で止まってしまっているので、一番長いレースで、このエンドレスの強さをしっかり発揮して優勝できたらと思います。皆さん応援よろしくお願いいたします。勝つために追求し続けることで得られる本当の高性能、それが Will to Win エンドレス。この番組はご覧のスポンサーの提供でお送りしました。